ここも浦和ボールを奪い返した、ね、そして前を向いて関根コロキへ、関根のシュート、5点目、浦和前半で5点を挙げました。前半のアディショナルタイム、浦和が前半だけで5点目を挙げました。関根と興梠ですね、流れるような連携から、そうですね、まずここでしょうね、はい、このカウンターの時にこの次の準備、この中盤を埋めているということ大事ですけど、はい、やっぱりこれだけこう両方見ながらこれだけ時間を与えて選択肢を与えると、